敷かれたレールのその先に幸せはなかったそういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスター・オカチです。今日も来てくれてありがとうございます。突然ですけど、あなたに質問です。こんなことはありませんか言いたいことが言えない。誰にも嫌われたくない。やりたいことが見つからない。こんな感じで、 自分の本音を隠していたら自分の力を発揮できず絶対に幸せになれません今回は周りの人を気にしすぎていつも我慢ばかりしているあなたが最高の自分を表現して幸せに生きるための技術を紹介します 本音で生きることができればやりたいことが見つかり最高の自分を表現できて生きる喜びにあふれた毎日になる夢中になって生きられるだから最後までご視聴くださいこのチャンネルではあなたがあなたらしくそして本音で生きるための行動習慣やライフスキルを全力で紹介していますよかったらチャンネル登録ボタンをポチって押してくださいあと SNS でも配信してますので概要欄からご覧ください 早速ですけど、あなたに質問です。あなたにとって幸せとは何ですか敷かれたレールで一番になること。それが25歳の時の俺にとっての幸せでした。だから、いい大学に入って、いい会社に入って、なんとかそこで出世しようって、がむしゃらに頑張りました。そしてなんとか、 いい会社に入って、そこで営業成績が和歌山でトップになり、出世ができた。でも、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 そこに、俺の幸せは、なかった。ない、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 どこにも、なかった。その時に初めて考えたんです。本当の幸せって、 何やろうそれから15年たち、今40歳。今の俺にとっての幸せは、ありのままの自分を肯定し、最高の自分を表現すること。幸せになるためには、二つの条件があるね。その二つ、どちらも満たさなあかん。そう考えてる。一つ目、be yourself. ありのままの自分を肯定する。たとえ結果が出なくても、足が遅くても、字が下手でも、ダンスが下手でも、ちょっと眉毛が薄くても、今の自分の状態を受け入れる。そして、与えられている、この環境に感謝して、ありがとうって感じる幸せ。これが一つ目です。もしこれがなかったら、 どれだけ結果が出ても、一番になっても、かっこよくても、自分なんてまだまだやって、全然自分が満たされへんねん。どれだけ手に入れても満たされへん。これじゃ幸せになれません。でも、これだけやったら不十分です。今の自分でいいや、別になりたい自分にならなくてもいいや、手に入れなくてもいいやって、 なんやろうこう、うまくいかへん言い訳に使ったり、できない理由に使ったりして、なんやろう一歩前に踏み出そうとせえへん。なりたい自分に向かって行動しようとせえへんねん。そうなると、本当に自分が望んでる人生を手に入れることはできない。二つ目。do your best. 最高の自分を表現する。 もう自分が持っているものすべてを出し尽くす。全力でやる。100%やる。一生懸命やる。本気でやるということ。その本気でやってるその瞬間に味わえる喜びであったり、達成感であったり、世界とのつながり。それが幸せ。これは、いわゆるフロー状態とかゾーンに入ってるって言われる、えー、感じです。チクセントミハイ教授の研究によれば、 人間は最高の自分を表現しているフロー状態の時に最高のパフォーマンスを発揮できて最も幸せを感じるそういうふうに提唱していますプロのスポーツ選手もどんな時でも自分のベストを発揮できるようにフロー状態になれるように毎日メンタルトレーニングをやっていますただこのフロー状態最高の自分を表現するためには ありのままの自分を肯定していないと無理なんです。ダメなんですよ。ね。自分が嫌いなこと、自分が嫌なことをやってても力は発揮できない。ストレス苦痛で一つになれないんです。その一点に集中できない。大好きなダンスだから、大好きなバスケットボールだから、大好きなゲームだから、誰に言われなくても疲れを知らず、ストレスなくがむしゃらに没頭できるんです。夢中になれるんです。 つまり、幸せになるためには、ありのままの自分を肯定すること、そして、最高の自分を表現すること、このどちらも必要なんです。これをくっつけると、本当の幸せとは、ありのままの自分を肯定し、最高の自分を表現すること。言い換えれば、自分の意志で本音を選択し、 夢中になって生きること。そしてこの幸せの二つの条件を満たすには、本音で生きることが大事なんです。本音を選択して本音で生きれば、最高の自分を表現できる、自己発揮できるの。それはなぜか、二つの理由があります。まず第一に、本音ではなく建前で生きると、エネルギーが分散します。建前で生きる人は、 人と違ったらダメ、失敗したくない、空気を読まなければ、認められたい、嫌われたくない、褒められたい。外側に意識がいって、エネルギーが分散します。そうなると、高いパフォーマンスを発揮できない。本音できる人は、自分が本当にやりたい、その一点に向かって、エネルギーを集中します。フォーカスするんです。だから、最高のパフォーマンスを発揮できる。 太陽に神を当てても燃えへん。でもそこに虫眼鏡を当ててエネルギーをフォーカスすると神は燃える。二つ目、建前で生きるとエネルギーが枯渇する。こちらはエネルギータンクです。建前で生きる人は自分の外側からエネルギーを手に入れようとします。褒められること、認められること、 結果を出すこと、そうすることが生きがいであり、幸せであり、喜び。それを手に入れるために、がむしゃらに頑張ります。だから、それが手に入れられないと。褒められへんかったら、認められへんかったら、不安になったり、心配になったり、そして、その人のことを憎むようになる。なんであいつは認めてくれへんなんで俺のこと見てくれへんねんって。そうなると、 相手からもエネルギーを奪おうとする。テーカーになるんです。一方、本音できる人は自分の内側からエネルギーを補給できるんです。やってみたい、面白そう、やればできる。知りたい、面白そう、やってみよう。そんな興味や関心やミッションやビジョン。 そういうワクワクな世界を想像するだけで、どんどんエネルギーが溢れて、溢れて、溢れて、溢れてくる。そして自分が満たされる。そうすることで自然にエネルギーを相手に与えることができます。そして、見返りがなくても、帰ってこなくても、笑顔でいれる。まさに、与える人。ギバーです。よく、本音で生きたら、わがままになる。自己中になるんちゃうか。 そういうふうに言われることがあるんですけど、それは全く逆です。もうこの図を見ていただいたらお分かりのように、本音で生きる人は自分が満たされているから、本当に自然に相手に思いやりを持って、優しさを持って行動できるの。そして建前で生きる人は自分を満たすために相手を利用したり、コントロールしようとする。だから、建前で生きる人こそ、わがままなのかもしれません。 だからね、本音で生きたら最高の自分の力を発揮できるの。自分のエネルギーが一点に集中されて、そしてどんどんエネルギーが溢れてくるから、全然つかれへん。ストレスなく、がむしゃらに夢中になれる。だから成長するし、高いパフォーマンスを出すことができる。その結果、自分が望んでいるものを手に入れたり、夢を叶えることができるんです。これ以外にも、建前で生きると、 いろんな不幸があります。先ほども話したように、自分の力を発揮できない。これはやるべきことよりも、周りの評価とか言葉が気になって、自分がやりたいことに集中できない。そして、やりたいことが見つからない。いつも周りの顔色をうかがっているので、自分の気持ちがわからなくなる。三つ目、心を許せる仲間がいない。嫌われたくない。みんなに好かれたい。 そのような思いで自分が思っていることが言えず、いつも背伸びをしてしまう。だから安らげる居場所がないんです。どこに行っても気を使い、心休まる場所がありません。そして、毎日が楽しくない。何のために働いてるんだろう何のために生きてるんだろうって、自分の生きる意味、人生の目的を見失って、生きる喜びがないんです。もう心が熱くならない。感動しないんです。 そんなあなたが本音で生きたらやりたいことが見つかり最高のパフォーマンスを発揮できそして心を許せる仲間や友達パートナーができてお気に入りに囲まれたライフスタイルが実現し毎日が楽しくなるということで本音で生きるって素晴らしくないですか最高ではないですかだってずっと背伸びせんでいいんですよ そのまんまの自分を自分がイエスいいねって言えるし、肯定できるし、最高の自分を表現できる。自分の実力を発揮できる。そうすることで、いろんな人の役に立てる。どうでしょうか少しでも本音で生きてみようって思いましたでしょうかもし、 とでも本音で生きてみたいなって思われる方はこの先のチェックテストをご覧いただければ幸いですもう本音で生きるのもうええわっていう方はここで切って頂い,いて OK ですこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣そしてライフスキルを全力で紹介しています興味を持っていただいた方はチャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいですそれでは実際にあなたが どれだけ本音で生きているのかをチェックしましょう。本音度チェックテストです。10個の質問のうち何個当てはまりますか ?1、言いたいことが言えない。2、誰にも嫌われたくない。3、頼まれると断れない。4、いつも愛想笑いをしてしまう。5、 やりたいことがわからない。六、心を許せる友達が少ない。七、素の自分に自信がない。八、これまで親の言う通りに生きてきた。九、将来が心配だ。十、毎日が楽しくない。さあ、何個当てはまりますか 0から3個ならば本音で生きる人。4個以上であれば建前で生きる人。はい、ということで何個当てはまってましたでしょうかちなみにもう30歳までの俺は全部当てはまってた。言いたいことを言われへん。言ったら嫌われるやん。みんなに好かれないといけない。みんなを不快にさしたらこの場所から出ていかなあかん。 どうせやっても無理や今の俺には無理や才能ないわ怪我したから力が発揮できなかったいろんな理由いろんなできない言い訳がどんどん頭に降ってきてそして新しいことに一歩踏み出さへんやったとしてもやり続けることができません。 そして素の自分自身がない。自分で自分のことが大嫌いやった。そのままの自分を出したら絶対にみんなに嫌われる。だからいいことしか言わない。自分の悪いところ、弱み。それは隠して、隠して、隠してた。失敗しても、ミスしても、報告もせんかった。それが以前の俺。建て前が10割の俺やった。でも大丈夫です。もし皆さん、あなたが、 このチェックテストめちゃめちゃ簡単なテストやからこれで全てが測れるっていうわけではありませんこのチェックテストで4個以上やったあなたも大丈夫誰でもいつからでも本音で生きられるこの先聞いていただけたらまず考えてみましょうなんで本音で生きることができないのか以前の俺には7つの壁がありました1 自分に自信がない。どうせ無理やで。才能ないし。二、自分の気持ちがわからない。何が楽しいんだろう何が悲しいんだろう自分で自分のことがわからへん。三、やりたいことがわからない。自分が好きなこと楽しいことやりたいことって一体何なんや四、問題を解決するスキルがない。行動したけど、これどうやって解決するのわからへん、わからへん。もうわからへん、自分が嫌やから。 やめよう。五、自分は変われない。もうどんだけ努力しても、どんだけ頑張っても、どうせうまくいかへん、勝たれへんし、失敗する。それやったらやめよう。六、楽をしたい。めんどくさい、なんかしんどい、もうこのままでええやん、もうゲームやっとこう。七、嫌われたくない。 やりたいことあるけど、みんなと違うことやし、これ自分だけやったら、みんなから文句言われて嫌われるんちゃうかいかがでしたでしょうか当てはまる項目はありましたでしょうか以前の俺は全部当てはまってた。本音で生きるためには、この7つの壁を乗り越えることが必要なんです。この7つの壁を乗り越えて、本音で生きるために必要な力とは ライフスキルですスキルや能力には2種類あります1つ目認知能力これは学校のテストや IQ など数値で測れる能力です、まあ、IQ やったり学力漢字計算専門知識スキルですね、まあ、いわゆる学校であったり専門学校であったりそういうスクールとかで学ぶスキル学べるスキルがこちらの認知能力ですでもう一つが非認知能力これがライフスキルです これは IQ や学校のテストなどの数値では測れない能力、生きる力です。例えば自分を信じる力、相手のことを考えて自分の本音を伝えるコミュニケーション能力、自分が決めたことをやり抜く、そして できるんだって信じて一歩前に踏み出す行動力そして目標を見つけたらその目標を達成するための道を作り計画を立ててそれを一つ一つこなしていく計画遂行能力これが非認知能力です学校でも社会でもこの非認知能力の重要性はますます高まっていくと言われていますこの非認知能力ライフスキューには3つの特徴があります このライフスキルを鍛えれば鍛えるほど学力、IQ、専門知識などの認知能力も向上させるということ。そして二つ目、非認知能力を高めれば高めるほど将来の学歴、報酬、幸福度も向上するということ。そして三つ目、これは子供だけではなく大人でもいつでも高めることができるということ。 逆に言ったら、どれだけ頭が良くて、いい大学に行って、たくさんの資格、スキルを身につけたとしても、根底にライフスキルがなかったら、それを社会で、職場で活かすことができへんねん。生まれ持った才能や魅力、そして学んだ専門知識を活かすも殺すも、ライフスキル次第なんです。もちろん、専門スキルや知識などの認知能力は大切ですし、礼儀やマナーとしての建前力も大切です。 ただ、自分の力をちゃんと発揮する。そして、幸せにありのままを肯定して、最高の自分を表現するためには、その建前だけではなく、根底に本音を選択する。そして、非認知能力を鍛えていく。ライフスキルを身につけていくということが、鍵なんです。 今現在、言いたいことが言えない、やりたいことが見つからない、人に嫌われることが怖い、という、建前で生きているあなたが、ここでライフスキルを身につけることで、ちょっとでもありのままの自分を肯定し、本音を選択して、あなたの最高を表現できたら、俺は最高に嬉しいです。建前で生きる人から、本音で生きる人になるには、5つのステージがあります。1>, 1、 自己否定。2、自己需要3、自己肯定。4、自己解放。5、自己発揮。1、自己否定。自分なんて無理。狭いところでしか活躍できへん。世界は敵や。人とつながることができへん。ワントゥーじゃなくて、やらなければならないハフトゥーフ f t がたくさん。諦める人生。これが第一ステージです。2、自己需要ダサい自分も好き。 強みと弱みを知って、できない自分、苦手な自分を受け入れる。そして自分の気分を良くする。ご機嫌になることを大事にして、みんなと違うことを恐れない。みんな違ってみんないい。本当の気持ちを相手に伝える。三、自己肯定。自分だからできる。なんとなくできそう。やってみようかな。 自分はここにいていい。役に立つ存在なんだ。自分のことも信じられるし、相手のことも信じられる。いつもニコニコでご機嫌。嫌われることなんか全然怖くない。4. 自己解放。やってみよう。好きなことに夢中になる。自分だけの武器、才能、天才性を磨く。絶対に解決したいっていうミッションを見つける。 そして、同じ目標を持った、ビジョンに共感した仲間を作り、チームを作る。そして、最高の自分を表現する。五、自己発揮。自分らしく輝く。広い世界で自分の力を発揮。 学校だけではなく、コミュニティだけではなく、会社でも、社会でも、いろんな場所で最高の自分を表現できる。世界は味方。世界中の人とつながり、ワン n t u がたくさん、やりたい人生、やり抜く人生。 このように、ライフスキルを身につけることで、自分なんて無理やっていう人が、自分のことを受け入れて、そして自分のことを肯定し、やればできるんだと思って一歩踏み出して、自分の世界を広げていく、そして本当の自分を表現し、やってみようっていうことで出会う人が変わり、そしていろんな能力を身につけて、会社だけではなく、いろんな場所で自分のパフォーマンスを発揮し、そしていろんな人に感謝される。 そういう人生になっていきます。それでは実際にどのようなスキルを身につけたらいいのか。4つのライフスキルがあります。1、自分とつながる力。自分の感情や思考、強みや弱みを理解し、自分を大事に思える能力。自己認識、自己承認、自己肯定感、自己効力感がこれにあたります。2、人とつながる力。 周りの人と良い関係性を築く能力コミュニケーション力チームワークリーダーシップ3夢を実現する力自分が決めた目標を達成する能力計画性創造性行動力やり抜く力4問題を解決する力問題やトラブルを適切に対処する能力課題発見力考える力自制心 感情コントロール、レジリエンス。それでは最後にまとめです。三つあります。一つ目、本当の幸せとは、ありのままの自分を肯定し、最高の自分を表現すること。本音を選択し、夢中になって生きること。自己発揮することが本当の幸せです。二つ目、自己発揮するためには、本音で生きることが鍵です。 本当の自分、本音の自分とつながってエネルギーを補給し、大好きなこと、やりたいこと、ミッションに向かって全エネルギーを注ぎ込む。だから、 高い集中状態でストレスなく苦痛もなく最高のパフォーマンスを発揮できるそしてできないことができるようになってできることがもっとできるようになり成長し上達し結果を出すことができる欲しいものを手に入れられるそして夢が叶うだから毎日が楽しいんです幸せになれるんです三つ目ライフスキルを身につければいつでも 誰でも最高の自分を表現してやりたいことを見つけて本音で生きることができる。そして幸せになれる。はい。ということで今日は以上になります。少しでもためになった勉強になったおかち頑張れっていう方は高評価ボタンを今押してもらえたら嬉しいです。このチャンネルではあなたが本音で生きるための4つのライフスキルを 具体的な行動習慣に落として紹介しています。本音で生きたい、幸せになりたい、最高の自分を表現したい、そんなあなたであれば、チャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいです。えジエンド。それでは、ワンダフルな一日をお過ごしください。See you! 本音で生きよう